ミシンのお手入れはまず電源を切り、押さえと針、押さえホルダーを外した状態で針板の奥側に指を引っ掛け、手前にスライドさせて針板を外します。内釜を奥側に押しながら上に持ち上げ、付属のミシンブラシや掃除機で外釜周辺をきれいにします。取り付けは外した時と同じ位置を目安に、内釜の凸部とバネを合わせて取り付けてください。